アイン、待って。私が行く。なぜそのようなことを言うのだ。せめて苦しみなく。はじめに言葉ありき、やがて光は失われる。誰かいるわね。出ていらっしゃい。ずいぶんと鼻がいい。いい番犬になれるぜ。おい女、助けてほしいか。自分より他人をか。バカなやつ。お前らがどうなろうと、俺には関係ない。だがな、この女に手を出すな。それ以外は好きにするがいい。やめろ。なぜですか。何でもだ。聞け、フィーア。他のものもだ。なぜですか、モナド・アリア。シビルの仲間か。いや、違うようだな。ではお前にも伝えておく。我々に手を出すな。
勝手にこの土地に手を出してきたのはお前らの方だろ。俺はこいつらと違う。お前らが何をしようとどうでもいい。だがこの女はまだお前らにやるわけにはいかない。帰るぞ。次に抗えばこの程度では済まさない。まだ死ぬには惜しいな。これは貸しだ。覚えておけ。大丈夫だよ。お姫様はきちんと生きてる。よかったな。勝敗？負けたに決まってるだろう。予想通りだ。しかしまあ、ここまでコテンパンだとは思ってなかったけどな。玉よりがドロゴスの派遣部隊の力に
開きがありすぎるってのは困る。いずれ手を打たなければな。そろそろ本格的に動き出すか。なあ、ま、大方予定通りで良さそうだ。そういえばな、新任の玉より姫、あれはちょっと注意しておいた方がいいかもしれないな。なあ、今後化けるかもしれない。まあ立ち直れない可能性の方が高そうだけどな。予定調和ってわけにはいかないよな。相変わらずぼーっとしてるな。食事はきちんと取った方がいい。そんな変な顔をする。変な顔は昔からだよな。無事か。相手との力の格差、タクマやシンジのことも考えればそう良い状況とも思えないが、
悪い。音沙汰なしだ。ああ、見つからないみたいだな。帰りなさいませ。まだ回復の傾向はなく、申し訳なく思っています。私の力が及ばずに。存じております。今日はこちらにスグルさんもいらしてるんですよ。境内にいらっしゃいます。久しぶりですね。平気ですか？あなたのことが心配だった。どこか無理をしていませんか？
急なご予定でございましたね。まあ夜分に悪いとは思ったんだが、場合が場合だけにね。天薬寮の方が何のご用です？おや、君は…また会ったね。もう一人は守護者か。なぜ僕が天薬寮の人間と。そろそろ出てくる頃合いだろうとは思っていました。守護者の中に一人切れ者がいると聞いていたけど、君だったか。僕の名は芦屋正隆。お察しの通り天薬寮の人間だ。もう一度聞きます。何をしに来たのですか？冷たい口調だな。先代様と話をしにだよ。弱ったな。君からも言ってくれないか。君の言葉に逆らうことは守護者にとって禁則事項に当たるだろう。君から言ってくれれば問題は何もなくなる。Thank you.
ダメです。いつまでもババ様に頼っていてはいけません。今の玉依姫はあなたなのですよ。今日のところはお引き取りを。天薬寮については私から話しておきます。その後、玉依姫が望むようなら天薬寮をお迎えしましょう。いや、どうやら僕の目的は果たせたようだな。すぐる、良いのです。本来玉依姫を退いた身である私ですが、当代玉依姫に代わり話を伺いましょう。天薬寮の方、芦屋と言いましたね。中へ。決定するのはあなたではなく私。違う？お茶です。ああ、どうもどうも。いい茶葉だ。あなたに褒められても嬉しくないですね。それで、話というのを聞いてもいいですか、芦屋。まず、きちんと説明しておいた方がいいようだから、説明しておきましょうか。我々天薬寮というものをよくご存じないという方もいらっしゃるようだし。天薬寮というのは何百年も前から神と人、神と神の間を調停管理してきた国の機関。まあ国が運営する神様専門のトラブル対策室とでも思ってくれれば正解ですかね。まあそんな怪しげな機関を国が持っていたら、いろいろと吊るし上げを食らいかねないので秘密ということになっていますが、この機関は古くから神にまつわるものを管理し治めてきた。しかしながらこの村だけはほとんど治外法権とされています。
ここにあるものは直接管理するには手に余る。鬼切丸、神を殺し世界を滅ぼす力、これは玉よりの血にのみ管理できる。本来国はこの村には関わらないんですが、まあ今回ばかりはそうも言っていられない。緊急事態につき協力をと思っているわけです。協力、手のいい監視では。まあ我々のような政府の人間としても、鬼切丸なんていう重要なものを勝手に奪われるわけにはいかないんですよ。管理する人間は気心の知れた人間がいいと思っているし、それをわけのわからない連中に奪われ悪用でもされたら。それこそ世界が終わりかねない。状況を知る政府上層部は半信半疑、いやほとんどがこの話を信じていない。万が一の場合の責任逃れとして転訳料をここに派遣した。持ちは持ちや、怪しげなものは怪しげなものに任せようと、まあそういうわけです。つまるところ我々とあなた方の目的は一緒、封印の維持だ。ゆえに我々はあなた方と協力を取り付けたいと思っているわけですよ。転訳料が私たちにとって有用だと思えば、あなた方の申し出受けましょう。その判断はあなたに任せます。私にしばらく時間をくれませんか。足屋さんと言いましたね。あなたの本当の目的は何です。確信をついてくるな。普通はもう少し遠回りをしてこないか。嫌いですね、時間の無駄は。まあ君が疑うのも無理はない。なぜ守護者の二人も欠けた今になってと思うのは当然だろうが、しかしそれは一方的な思考だな。つまりこのような状況になったからこそ我々が介入せざるを得なくなったとも言える。人外同士の戦いはね、正直人間の手出しできるものじゃない。それは君だって実感してるんじゃないか。
ではなぜ今になって？あなた方が無力であるなら、仮にここであなた方の協力を得たとしても意味がないのでは？それは違う。我々は敵に対する様々な情報をつかみかけているが、その情報を有効に活用する力がない。しかし君たちにはその力がある。我々が握っている情報は彼らの戦力を半分以下に解体するだけの効果を発揮する。ロゴスが動かないその理由、我々はそれを握っているよ。それはロゴスを瓦解させることができるほどの情報だ。まあそういうことであれば、こちらも情報を確定してまた後々に。ではちょっとばかり神社を参拝してから今日は出廷しましょうか。別に勝手に家の中を調べ回ったりはしないんだがね。さて、僕はそろそろ帰るとするよ。神隠しって知ってるかな？ここではね、どうも定期的に行方不明者が出ているんだよ。スパンが長いから誰も気づかないかもしれないが、単なる噂では。私の家に来てくれますか？状況の整理と
調べ物を少ししたいのです。どうかしましたか？震えていますね。あの夜からあなたは一度でも泣きましたか？あなたは泣くべきです。あなたは今とても辛いはずだ。あれだけの戦いと敗北と、泣ける時には泣いた方がいい。
あなたの重荷なら私も背負います。あなたは世界にたった一人で生きてるわけではありません。